平野翔のシャウト、岸優太の柔軟なボーカル、そして神宮寺優太の巧みなプロデュースとリリックの融合が、観客を虜にしたのだ。音楽の世界は、常に新しい才能と創造性の交差点で進化している。そして、時折、その進化は突然の稲妻のように衝撃的な形で現れる。2024年のある日、音楽ファンはまさにそのような瞬間に立ち会った。それは、 平野翔、ガン・ユータ、そして神宮寺・ユータによる新ユニット、ナンバー・アンダーライン・アイの初披露パフォーマンスだ。このユニットは、j p o p 界においてすでに確固たる地位を築いているこれらのアーティストによって結成されたが、今回のパフォーマンスでは、彼らの音楽性が新たな次元に到達したことを強烈に印象付けた。パフォーマンスが始まる前、多くのファンは期待と興奮の入り混じった感情でいっぱいだった。 彼らはこの新しいユニットがどのような音楽を展開するのかを知りたがっていた。これまで、それぞれのメンバーがソロ活動や他のユニットで見せてきた音楽性やパフォーマンススタイルは、個性的でありながらも、どこか共通したテーマや雰囲気を持っていた。しかし、今回のナンバーアンダーラインアイのデビューは、それらの既存の枠を超えた全く新しい音楽体験を提供するものだった。パフォーマンスが始まると、 観客は瞬く間にその魅力に引き込まれたそれはまるで、ロックとヒップホップの融合という、これまでにない音楽ジャンルが一気に展開される瞬間を目の当たりにしたかのようだった。特に、平野翔のシャウトと低音の限界に挑戦するような歌声は、これまでの彼のイメージを覆すものだった。彼がステージ上で見せた圧倒的なエネルギーは、観客を圧倒し、誰もがその瞬間に釘付け気になった。一方、 ガン・ユータは、その柔軟なボーカルとダンスパフォーマンスで観客を魅了した。彼のパートでは、楽曲のテンポが急激に変わり、ロックとヒップホップのエレメントが絶妙に絡み合う瞬間が何度も訪れた。このような展開は、音楽の枠を超えた新しい芸術表現とも言えるだろう。また、神宮寺ユータのプロデュースによる楽曲構成も見事であり、曲の後半に向かうにつれてギアが上がっていく様子は、 まさに彼ののクリエイティビティィビ集大成だったこのナンバーアンダーラインアイのデビューにおいて特筆すべきはその音楽的挑戦だけでなくビジュアルとパフォーマンスの一体感である。彼らはステージ上での一瞬一瞬を計算し尽くし観客を驚かせるための仕掛けを幾重にも用意していた。特に終盤にかけてのボルテージが最高潮に達した瞬間観客はまさに感電したかのような感覚を味わった。 ロックとヒップホップが融合した楽曲は、既存のジャンルの枠を超え、新たな音楽の境地を切り開いた。しかし、このパフォーマンスがここまでの衝撃を与えたのは、その斬新さだけではない。それぞれのメンバーが持つ個性と才能が見事に融合し、全体としてのユニットの完成度を高めていたからである。平野翔のシャウト、岸優太の柔軟なボーカル、そして神宮寺優太の巧みなプロデュースとリリックの融合が、 観客を虜にしたのだこれらの要素が絶妙なバランスで組み合わさることで、彼らの音楽は単なる流行の一部にとどまらず、長く語り継がれるものとなるだろう。また、今回のパフォーマンスは、単なるエンターテインメントにとどまらず、観客に対する一つの挑戦状でもあった。彼らの音楽は、聴くものに新しい視点を提供し、既存の音楽観を覆す可能性を秘めている。特に、 終盤にかけての曲展開やメンバーのパフォーマンスの変化は観客に対してこれが本当にアイドルユニットなのかという疑問を投げかけた。彼らはアイドルという枠に収まらないより広範な音楽的表現を目指していることが明らかだった。このような背景を持つナンバーアンダーラインアイのデビューは今後の音楽業界に大きな影響を与えるだろう。彼らが挑戦した新しい音楽スタイルは 他のアーティストにも刺激を与え、さらなる革新を促すかもしれない。そして、彼ら自身もこのデビューをきっかけに、さらに多くの新しい音楽的挑戦を行っていくことが期待される。例えば、今回のパフォーマンスでは、ロックとヒップホップの融合が中心に据えられていたが、今後は他のジャンルとの融合も試みられるかもしれない。エレクトロニカやジャズ、さらにはクラシック音楽との融合も、 彼らならではの独自のスタイルで実現する可能性がある。その際には、彼らの持つ多様な音楽的バックグラウンドがさらに発揮され、新しい音楽体験が生まれるだろう。そして、このような音楽的革新は、単に音楽ファンだけでなく、業界全体にも波及する可能性がある。特に、日本の音楽シーンにおいて、アイドルユニットがこのような大胆な挑戦を行うことは、 他のアーティストやプロデューサーにとっても大きなインスピレーションとなるだろう。彼らの成功は、他のアーティストにとっても、新しいことに挑戦する勇気を与えるに違いない。さらに、今回のナンンバーアンダーアダラインアイのデビューは、彼らが今後どのような方向に進んでいくのかという興味深い問いを投げかけるものでもある。彼らが今回のパフォーマンスで示した音楽的なビジョンは、今後の活動においても一貫して維持されるのか。 それともさらに新しい方向へと進化していくのか。これからの彼らの音楽的探求は、ファンだけでなく、業界全体が注目するところだろう。また、今回のデビューが持つ意味を考えるとき、彼らが選んだ楽曲のテーマやリリックの内容も重要な要素となる。ロックとヒップホップの融合という音楽的テーマは、現代社会の複雑さや多様性を象徴するものとして解釈することができる。特に、 彼らが歌うリリックには、現代社会の矛盾や葛藤、そしてそれを乗り越えるための希望や勇気が込められている。これは、単なるエンターテイメントを超えた、より深いメッセージを持つものと言えるだろう。このように、ナンバーアンダーラインアイのデビューは、単なる音楽的なイベントを超え、現代社会に対する一つのメッセージとしても捉えることができる。彼らが伝えようとするメッセージは、 音楽を通じてより広範な観客に届き、社会的な影響を与える可能性がある。彼らの音楽が、聴く者に新しい視点を提供し、考えさせるきっかけとなることを期待したい。しかし、同時にこのような挑戦的な音楽スタイルが、すべてのリスナーに受け入れられるわけではないという現実もある。特に、日本の音楽市場では、伝統的な J-POP やアイドル音楽が依然として根強い人気を誇っている。 そのため、ナンバーアンダーライン愛のような新しい試みがどの程度受け入れられるのかは、今後の市場の反応次第と言えるだろう。とはいえ、今回のデビューが示すように、彼らは単に流行に乗るだけの存在ではなく、自らの音楽性を追求し続けるアーティストであることは間違いない。彼らがこのまま新しい音楽の道を切り開き続けるならば、いずれその試みが広く受け入れられる日が来るかもしれない。そのためにも、 彼らが今後どのような音楽的挑戦を行うのか、そしてそれがどのように市場に影響を与えるのかを注視する必要がある。さらに、今回のデビューが持つもう一つの重要な側面は、彼らがどのようにして自らのブランドを確立していくかという点である。彼らはすでに個々の活動を通じて強いファンベースを築いているが、ナンバーアンダーライン愛としての新しいアイデンティティを確立するには、さらなる努力が必要だろう。特に、 ビジュアルやパフォーマンス、プロモーション活動など、音楽以外の要素も含めたトタルなブランド戦略が求められる。このような背景の中で、ナンバーアンダーライン愛がどのようにして自らのブランドを築き上げていくのか、またそれがファンや市場にどのように受け入れられるのかは、今後の注目ポイントとなるだろう。彼らが独自のスタイルを貫きつつ、広く受け入れられるブランドを構築することができれば、長期的に成功する可能性が高まるだろう。 最後に、ナンバーアンダーライン愛のデビューが示すように、音楽は常に進化し続けるものであり、そこには常に新しい挑戦が待ち受けている。彼らの挑戦が、どのような形で音楽シーンに影響を与え、そしてどのような未来を切り開いていくのかは、誰にも予測できない。しかし、彼らが今回のデビューを通じて示した情熱と革新性があれば、その未来は明るいものになるに違いない。 今後も彼らの音楽的旅が続くことを期待しつつ、その一歩一歩を見守っていきたいと思う。